はい、皆さんこんばんは。本日ご紹介するのはサイバーガンの FNX45 になります。まあ、こちらの銃ですね、いつもお世話になっているワトさんからまたお借りした銃になります。いつもありがとうございます。実銃の話を少ししますと、こちら、FN ハスタルが開発した、ポリマーフレームオートの銃になります。アメリカ次期正式サイドアームズのトライアルというのに、合わせたシリーズが FNX シリーズというふうに言われています。この FNX の45はですね、そのシリーズの中でも最上位機種に位置づけられているのではないかというふうに言われています。タクティカルモデルですね、特殊部隊を意識した、サプレッサー標準装備というこのような銃になっている形になります。手にした印象になりますけれども、まず感じるのはですね、銃の大きさがだと思います。こちらかなり迫力ある銃で、持ってみるとですね、非常に銃の大きさを感じられます。あと45口径らしくですね、グリップはやっぱりちょっと太く感じる感じになります。全体的にタンの中にですね、黒がポイントで使われていてですね、見た目は非常にいいなというふうに感じました。あとスライドとフレームのですね、微妙な色が違う点、これもよく再現されているのかなというふうに感じています。サイバーガンからはですね、この色とですね、あと黒も出ているかと思います。そちらも非常に魅力的でですね、これどちら買うかなというのは非常に迷うんじゃないかなというふうに感じました。それでは各部見ていきたいと思います。はい、まずマズルになりますけれども、こちらは45口径の迫力あるマズルになります。あとこちらですね、こっちのバレルカバー、これを外すとですね、はい、こちら、実銃同様にですね、サプレッサー用のネジが現れます。ただこれ14ミリではなくてですね、16ミリ正日という形なので、通常持っているものはあまり使用できないというのは少し残念な感じがします。ちなみにですね、このカバー、こちらはスチールでできている形になります。はい、あとフロントサイトとですね、はい、リアサイト、こちらにはですね、ホワイトのリングが入っている形になります。あとですね、こちら両サイトともですね、多分ドットサイトを標準装備する前提だと思うので、前後ともにですね、高い位置にある形になります。あとこちらはですね、周光ではなくトリチウムじゃなくてですね、通常のホワイトが入っている形になるかと思います。はい、あとこちらスライドの上部にですね、ドットサイトのですね、取り付け用のカバー、これは外せる形になっております。はい、フレーム下部にはですね、20ミリのレールが付いている形になります。またシリアル番号と QR コード、こちらも入っている形になります。ちなみにこちらも QR コード読み取れる形になります。あとですね、このプレート非常に取れやすいです。私も打ってるうちに取れましたんで、接着剤ではめるような形にしております。はい、スライド左側の刻印はこの通りになっております。スライド自身はですね、金属製になります。こちら FN 社のですね、ライセンス、正式ライセンスを持っているということなので、リアル刻印だと思います。はい、スライドストップはですね、左と、はい、右にあるアンビタイプになります。はい、こちらもですね、スライドストップをかけてリリースするとですね、非常に良い金属音がなります。はい、こちらのトリガーはですね、コッキングインジケーターの機能も持っています。これがハンバーダウンのポジションになりますが、こちらスライドを引くとですね、はい、この通りですね、トリガーが手前の方に動く形になります。トリガーアプルはですね、シングルアクションは非常に軽い感じになります。はい、この銃はですね、ダブルアクションが可能なんですが、ダブルアクションはですね、なんかとっても引っかかる感じがしてですね、あまり打ちやすくはない感じがしました。はい、こちらグリップになりますが、グリップは左右にですね、チェッカリングがあって、後ろにですね、セレーション、あと前にもセレーションが入っている形になります。こちらですね、非常にチェッカリングが鋭くてですね、グリップ力は高いという感じがします。あとですね、こちらに FN ハスタルの刻印も入っている形になります。あとですね、この後ろのピン、こちらを押すとですね、こちらバックストロップが交換できる形になります。
はい、あとセーフティーレバーもですね、左右にあるアンビタイプになります。こちらですね、コッキングフリップですね、はい、このようにコック&ロックになります。このレバーを下に下げるとですね、デコッキングする形になります。デコッキング後のですね、ハンマーポジションはこのハーフコックの状態になる形になります。はい、右側の刻印はこの通りになります。はい、こちらがマガジンになります。マガジンはですね、まあ、シルバーメッキ加工されている形になります。まあ、こちらも海外製なので、あのガスの注入にはちょっと手間がかかる形になります。はい、あとテーブルにはですね、FN ハスタルの刻印も入っている形になります。はい、それでは通常分解します。マガジンは抜いておきます。はい、こちらもですね、スライドを引いてですね、ここでレバーを回して前に出すという形になります。で、こちらのバレルキャップを外してですね、はい、でリコイルスプリングと、はい、こちらアウターバレットインナーバレルが取り外せる形になります。はい、でチャンバー上部にですね、 45ACP という刻印も入っている形になります。はい、あとですね、こちらもやっぱりインナーバレルとアウターバレルつなぐスプリングがついている形になります。はい、それでは元に戻していきたいと思います。はい、元に戻りました。はい、全体の感想になりますが、まあ、あの最初に話しました通りですね、全体的に銃は非常に大きいので、またあのスライドが金属ということもあって、このマガジンを外してもですね、銃全体の重量感は非常にあるかなというふうに感じました。あとあの全体が重いからかもしれないですが、まあ、リコイルはですね、あの FNS9 と比較しても、まあ、あのこの銃の方が強いかなと思っていたんですが、そんな大差はないかなというふうに思いました。逆にですね、まあ、銃が重くて安定しているからかもしれませんが、まあ、命中精度はこちら非常にいいかなというふうに感じます。あとグリップはですね、まあ、やっぱりちょっと太くてですね、私には打ちづらい感じはしましたが、あのコッキング時にですね、トリガーが手前に来てくれるので、まあ、その点は非常に助かった感じがしました。あとデコッキングとかですね、あとダブルアクション、まあ、これはちょっと残念なところありますけれども、まあ、あの正式ライセンスに基づくですね、見た目、これは非常にいいかなというふうに感じています。まあ、あの見た目もタクティカルですね、まあ、非常に、まあ、そういう意味では満足のいく一丁かなというふうに思いました。あとですね、東京丸井さんがですね、新製品として FNX45 こちらを発表したと思います。まあ、多分残念ながらリアル刻印にはならないかなというふうに思いますが、まあ、あのなんですかね、日本のメーカーがですね、この FNX45 をモデルアップしてくれたのは私にとって非常に嬉しいニュースでありました。まあ、あの黒も非常に気になるというふうに思いますが、まあ、丸井さんもですね、この色が最初に出る形になるかと思います。まあ、あの非常にですね、丸井さんの FNX 私も期待している形にしています。はい、丸いのもですね、気になりますけれども、まあ、あのリアル感で言えばこのサイバーガンの FNX45、まあ、こちらはやっぱり素晴らしいんじゃないかなというふうに感じました。はい、それではですね、この後実施シーンもございますので、よろしければそちらもご覧ください。
はい、最後までご視聴ありがとうございました。またお会いする日まで。さようなら。